皆さんお元気ですかこのように皆さんにまたお話しすることができることを喜んでいます。また新しく福音の力という番組です。And a, a man called Paul, a very famous Christian、He、said a very important thing about the gospel very He very the about thing とても有名なクリスチャンであるパウロという人が福音ということについてとても重要なことを語っています。私はキリストの福音を恥とはしません。それは救いのための神の力ですと書いてあります。そのように福音には神の力があります。あ l o times people think 多くの場合、人々はこう考えます。私はこういうことをしなければ、こう考えなければいけない。こういうふうにならなければいけない。Course, we, meaning, もちろん、その福音には意味があります。そのような意味について私たちは人々に教えたいと願います。 私たちが永遠の命を持つことができるということを私たちが知ることができるようにこれらのことが書かれたと聖書について言っています。Now, 私自身は日本に住むようになってから長い年月が過ぎています。そして

神の力があなたの人生のうちに入ってきます it, または言い方言い方を変えるならばイエスは聖書の中ではこのようなものとして呼ばれています命の君です、so he has life, right? ということはイエスが命を持っているということですねそしてイエスが命を持っているということですね ですからあなたがイエスを受け入れるときに、そのイエスの命があなたの中に入ってくるということなんです。And then something happens in your spirit. そしてそこであなたの霊に何かが起こります。まあで、と言ったらわからないかもしれないですけれども、まあ、とにかく心ということですね。Heart, right? その私たちの心と言えば私たちみんなわかると思います。So、you believe. You believe その心の中で私たちは信じます。 イエスを受け入れるときに、イエスを信じるときにイエスがあなたの心の中に入ります。<something> そしてそこで何かが起こるんです。The, like、the, you, そこで何かが生き返るんです。そのこそことを説明します。Now, I was uh, in uh, Korea a few weeks ago. 数週間前に私は韓国にいました。そして、あの、まあ、老人ホームというんですかね、そのようなところにいる人たちがあのたくさんいるところで私はスピーカーとして招かれました。And, uh, でも、その中の多くのものが、多くの人たちがクリスチャンであったんですね。So そして、しばらくの間でも一番楽しい時間だったんじゃないかというそういう時間を過ごすことができました。まずは私たちがこういうこののよく知られている成果を歌い始めたんですね。えー

子供のための歌だと思われるかもしれないですけれども、あの本当にその福音の真理の土台となるものがそこに語られているんですね。イエスが私たちを愛している。 ですから今この番組を聞いてくださっているあなたに強く心からあのもう断固としてこのことをお伝えしたいんですね。<laughs> Jesus loves you. イエス様はあなたを愛しています。So, uh, these, these でその歌をあの、まあ、お年寄りの方々と歌っていたんです。 そうすると彼らが本当にハッピーになったんですね。それはその私のような外人が来て話をしてくれたからとそのそういうことではなくて、自分を愛してくれているそのお方のことについて歌っているそのことを喜んでいたんです。And not only singing about 彼らを自分たちを愛しているイエスのことを歌っているだけではなくて本当にそのイエスの愛が自分の心に感じることができたそのことを喜んでいました。So, so it was so amazing for me to watch them to see the joy on their faces. ですから、彼らの顔に笑顔が来るのが、それ、私たち私はそれを見ていて、本当に嬉しく思いました。そして、今、この番組を聞いてくださっている皆さんの中には。はい、もしかしたら、あの、少し年配の方々もいらっしゃるかもしれまない、うん。このことをお伝えしたいんです。not only does jesus love you。 イエスはあなたを愛しているだけではなく、with, イエスはあなたと一緒にいたいと願っておられます。 そしてそのイエスを自分の人生に入ってきてくださいとお願いすることができるんです。So, uh, I, I ですからそのことを皆さんにぜひしていただきたいと思います。あなたういう言うかもしれないですね。いや、もっと知らなきゃいけない、もっと学ばないとわからないじゃないか。でもそういう必要はないんです。What, I mean, it's so simple what you can do. 本当にできることって言ったらシンプルなことです。Say, Jesus, こういうんですね。主イエス様。私の人生に入ってきてください。<And Jesus S 1> イエス様。<come> イエス様が確かに入ってきてくださいます。で、uh,、あなたは、じゃあそんなことどうやったら分かるんですかって言うかもしれないけれども。 1つ目は、その聖書がこれが真理だということ、約束であるということを語っているからです。 私自身はこの今から言う聖書箇所をもう本当に幼い男の子だった頃に学んだんですけれども、uh, John3:16、「God so loved the world that he gave his only son」。「神は実にににその一人子ををお与えになったたほど世愛された That Whosoever believes in him will not perish but have Life. それはその御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つようになるため。Like、そのような聖書箇所がたくさんあります。誰でもイエスを信じるものが。 ですから、必要な条件は他には何もないということなんです。<No conditions. S 1> 何もないんです。You pay any money. お金払わなくてもいいし。何か契約書にサインしなくてもいいし。あれとこれとこういうことをできなきゃできないですよということでもないんです。ないいもいあれとこれとこういうことをできなできないですよいうことでもないんです。いうことでもないんです。そうではなくて、ただシンプルに神の約束を信じるということです。Amen. それは無償の贈り物として私たちが受けるだけのものなんです。Now, gift, think, 素晴らしいことですけれども、このことこそ世界中どこを見ても、こんなに最高の贈り物はないと思います。

それを実際に感じることもできると思います。Because this is what happens. こういうことが起こるからです。Jesus <comes> in, イエスが入ってきてくれる。そうするときに、あなたの魂が、心が生き返る生き生きとしてくるんですね。and, and it's like, you can almost feel it. You can feel it. Or almost feel it. それを実際に感じることができる感じることができるような気がする。決して私たちはこれ感じないとだよ感じないとダメだよとは言いません。でも、でも、でも、たちはこれ感じないとダメだよとは言いません。でも、だよとでも、 でもきっとあなたはそれを感じることもできるでしょう。先週お会いしたその年配の方々のことをまた思い出すんですけれども。Their, their faces were shining. 彼らの顔が輝いていました。彼らがその自分に対するイエスの愛を感じていたからだと思います。So, I want the same for you. ですからその同じことがあなたにも起こるようにと願っています so,、right、now, 終わりになりますけれども皆さんぜひ、えー、心にあの思うならこの祈りを一緒にしてくださいこれはただあなたとイエス様の関係のことです fact, you, ですからぜひこの通訳の後に、えー、つ,ついて祈ってください、okay. So,、oh, Lord Jesus, thank you for loving me. Thank you for your promise of salvation. Lord Jesus, I ask you to come into my life. I receive your gift of salvation. Thank you. あなたが決して私を見離すことも見捨てることもないことをありがとうございます。これをイエスの名前によって祈ります。メン。アメンですか、so、if you have, I ですか l you c o n め r で t u l a t i o n s そしですひおめんですかあめいです is the most e x です t i n g thing you can have done in your whole life。 あなたの人生の中で最もエキサイティングな出来事が今起こりました神の祝福があなたの上にありますようにまた次回